中峰先生、返してください。え、ねえよ。変ですね。すみません。なんでこの人が鍵のか、もう一個鍵を取車の鍵な、夏にに乗れます。いや俺、なんでこの人が鍵の管理してんだよ。あれ、安田じゃん。もう一人。え、いて。てか鍵を。え、キルシ、対抗心燃やすんじゃねえよ安田。にも落ちてたよ。おお、ありがとう中峰先生。落ちてる。おお、いや落ちてるんじゃない。そう。あ、先生。先生、私よし。あ、持ってないからな。持ってるのは小さい頃から苦手とよ。浮気だ。中峰先生のだこ。うるせえ、知らねえよ。死ね。そういうか、吉川はあれでいて裁縫セットを持ち歩いてる。トール、ボタン取れてる。俺にはそういう対応だったんだよ。何も知らねえくせに知ったようなこと言ってんじゃねえ。中峰からは下心、犯罪の匂い。俺だって純粋な気持ちの持ち主だよ。はぁ先生、ま、吉川さんはいつも針と糸を持ち歩く。ダメな人がいんの。でも最近取れ。そうだ、お礼と言ってはなんですが、飲み物と。手見せて。うん、いらねえよ。もう縫い終わってんでしょ。トール？おや。